おははようございますペイですすでで今朝は結構な雨ですねで天気予報では夕方ぐらいには雨が上がるっていうことなのでその辺りで散歩行こうとは思ってるんですけどもいつものように外へ出て散歩の絵をお届けすることができないので今日はこれからワンちゃんを飼う方でボーダーコリーが候補に入ってる方に向けてボーダーコリーがどんなワンちゃんなのかお伝えしたいなと思います。 ただこれは我が家のお話として聞いてくださいね私はワンちゃんの専門家でもありませんしボーダーコリーをたくさん買った経験もありませんこの,子この子はボーダーコリーのナギって言うんですけれどもこの子と日々生活をしてみて感じた経験則からお話をしますのでもう専門的なことではありませんからそこはご了承してお聞きくださいボーダーコリーがどんなワンちゃんかっていうとうんそうですねやっぱ運動量がめちゃくちゃ多いですね でよくいろんなね動画とかでもお伝えされてるんですけども散歩に朝1時間で夜1時間みたいなね長い方だったら1時間半1時間半ぐらいみたいな感じでねお伝えされてる方もおられますけどもまあやっぱり必要ですね。もうあのそんないるかなって初めねお迎えする前はそんないるかなと思ったんですけどやっぱりね必要です。もうこれはねあの うん30分ぐらいでいいんちゃうかなと思ったんですけどあもう全然必要ですねもう1時間以上はやっぱりあの実際行ってますし長い時だったらやっぱ4時間ぐらい行ってる時もありますからねあのやっぱりそれぐらい運動させないとなんかねあのすごく溜め込んじゃうんですかねやっぱエネルギーがすごいんだと思うんで,でその発散できないとやっぱ発散させようとするんで。 お家でね、ね。悪さししたりします、ね、この子もそうですけどやっぱり散歩今日雨なんで散歩もしこのまま雨がずっと降ってて散歩行けないってなったらめっちゃ恐ろしいこことになります、ね、<laughs> これは。ただこの子の性格としてはボーダーコリーちゃんの中でももしかすると大人っ子こうやって見てもらってたら分かるんですけど結構ねじっとしてることが多いんですよあの普段はね。そしたら、 おととなしい方だと思うんですねも,もしかすするとですけど、ね、私他のボーダーコー,リーちゃんはわからないんですけどもそしたらこれもっとアクティブな子だったらもしかしたら散歩ってもうすさまじいかもしれないですよ本当に。だからやっぱりこれからボーダーコ氷ーーちゃんをお迎えする候補に入ってるとしたらあのやっぱその時間はね絶対必要ですね。だからそれはもうあの散歩に 行くっていう風にしっかりねボーダーコリちゃんの体重はだいたかちっちゃい子だったら15キロぐらいの子とかもいるっていうふうにね聞くんですけどももっとちっちゃい子もいるのかな,なんかねコメントいただいてる方でも15キロぐらいあの女の子ですけどね15キロぐらいですっていう方もおられたりしますし。 大きいい子だと25キロぐらいなんかね日本で育っている親から生まれる子犬ちゃんは結構小柄な子もいるそうなんですけども外国の親外国で育ってる親から生まれるボダコリちゃんは結構大きいんですってこの子はお父さんが外国の育ちでお母さんが日本で生まれたのかな。なのでちょっとね大きいかもしれないんですね。もしかしかたら20 3 4キロぐらいいまでで行くのかもしれないですねあのブリーダーさんのところでお迎えする時もこの子はあの送り出す時にこの子は大きい方ですって言われたのでやっぱちょっと大きいかもしれないですけどねボーダーコリちゃんの体重は整形で2 0キロ前後ぐらいで思ってもらえるといいかなと思いますね。 あとね体重に合わせて思っていただきたいのは動物病院なんかに行くとね体重によってお薬の量が違いますからねそうするとそれによって金額もね変わってきますからやっぱりそこもねあの少しね考えにおいていただけるといいかなと思いますね。でボーダコリちゃんは結構この爪がね結構立つんですよね。爪爪が立ってでであのこのここう いろろんんなとところを引っかえたりするんででお家とかでね壁紙とか壁まも、あ、ですね、壁と,かもぎっとやるんですよ。なのでうちではねこういう板にまあ板普通のこういう板なんですけどこれにあの壁紙用のシールを貼ってでこれでこう引っかいてこの辺り引っかいてるんですけどねちょっと見えるかなこの辺り引っかいてるんですけどまあこれでねあの壁の。 あの破壊を防ぎましたあの実際にはね、まあ、この子は,、えー、こはあさってでねあの生後半年なんですけどもやっぱそれまでってね壁をやっぱかなり、ね、引っ掻いたりしてたんですよでも、まあ、こういうのを使ってあの我が家の,、ね、この狭い家では、ね、もうとりあえずすぐ壁なんででもそれで壁の損傷は防げましたね、うん、なのでこういうのはおすすめですかね 次に子犬ちゃんをお迎えする時にはねおもちゃが必要になると思うんですけどもボーダーコリーはかなり力が強いんでまあ、体重もさっき言ったようにねあの大きくなっていきますから力もすごい強いんですねそしたらあのすごいねでおもちゃとかまあこういうふうにしてるんですけどやっぱりね まあこれなんかがまあもっと潰れるんですけどまあこれフリスビーもともとフリスビーなんですけどこんなんなんですよもうもう噛んじゃってねこれどんなふうに遊ぶかって言ったら、はい、いいよよしはいでこれでねまあ今はねあのここにいてっていうふうに言ってるんでここにいてくれますけどこれグぐグぐグイグ,イグイ引っ張ってねもうこんなんなるんですよでまあ話して投げ話してってなったらもうこんなこんなこんなんですよもうめっちゃ破壊されちゃうってで まあこれもねかなりね強いって言われたんですけどもうやっぱりねこれでまあこんな感じで遊ぶんですけどこれはなか話してこれは子犬ちゃんの時にまだぎがどれぐらいだったっけはっとクリスマスだから3四4 0日ぐらいの時の間に買ったんですけどもまあこれはねもうかなりねやっぱこれ破壊してね で、ボーダコイち,ちゃんはね誤飲がすごいんですすよ。すぐねあのー、下にあるものを普通だったら食べれるか食べれないかってわかるかなって思うじゃないですかそうじゃなくてね結構口に入ったらねそのままねこう,こう出してっていうふうにこういうふうにしたりしてもねすぐ飲み込んじゃったりしてね誤飲がすすごいんですよね。これねあのー、もうこの辺がね結構削られちゃってねこれがねうんちで出てきちゃうんですよね。でも、これはね、あのー、 もうしまってるんですよであのおすすめなのはねこれ <laughs> これ <laughs> あのねこれいいよなぎこんな感じでねあのよくちょっと話してんじゃんなぎ話してこれねこういうこういう健康グッズですよこれまあこれはねあのどれぐらいしたかな多分500円ぐらい。 もうちょっっと安かったかかかな円円とか300円とかだったかもしれないですねただね100均のこれはあのもう使ったんですけど100均のやつはねすぐ切れましたでもこれはね結構あのだからちょっと強度があるやつ太いっていう意味じゃなくてこのゴムの強度があるやつだったらこうやって引っ張っても、まあ、ただ気をつけてほしいのはこれでね離してきますからねこれでバッチンみたいになりますからねちょっとコントみたいにね。

次はまあ、こういういボールですねボールボールねぎくんボールボール。まあ凪はねただちょっとねもしかしたらね運動神経悪い <laughs> っていう風なねちょっと最近疑問を持ってるんですけどぎ、まあ、と一緒に「もうこの子ボーダーコリーは運動が得意運動好き」とか言ったらあーまあ自分には向いてるなと思ってぎを向かしたんですけどぎはね もしかしたらちょっとね、どんくさい子かもしれないですね。まあこれボール、キャッチできるやってみようか。いくよ。じゃあ、せーの。はい。<laughs> みたいなね。こんな多いんですよ。こんな多い。なぎ子。ね。ちょっとね。まあちょっともう一回ね。じゃあもう一回、なぎの名誉挽回でね。私の投げ方が悪かったかもしれないですからね。はい、いくよ、なぎ子。はい、せーの。はい。あキャッチしたやん。 ちょっと怪しいけどまあこんな感じなんですねまああのでボールなぎはねまあ運動まあ今ね言ったみたいな運動神経というのはちょっと冗談っぽく言ったんですけどもあの多分ね好き嫌いがねあるんだと思いますなぎはねボールよりもねまあうんフリスビーまあ最近ねこのフリスビーね今なぎが持ったんであれですけどもフリスビーを買ったんですよねでこれはねまあまあ上手にキャッチします多分こう 噛む面積も大きいんでキャッチしやすいんだと思うんですけどちょっとねまあやっぱりなボールが苦手かなボール苦手かちょっとねこれはねなんかあのキャッチがあんまり上手じゃないような気はしますけどもこういうのがあるといいですねボールとかあとフリスビーまあこれはねフリスビーなんかこうやって引っ張りっこもできますしこれかなり丈夫なんで引っ張りっこもできますしあとはあのー、はい何か離しての離して離してはい上手。 多分ねこのフリスビーなんか好きなんですけどもあの色とかもね結構あの、うん、これはちょっとまあ正直わからないんですけどもあのこの色好きですねなぎはなぎわですこの子はですね好きですだからそのワンちゃんによってはね色であの好き嫌いがもしかしたらあるかもしれないですけどねまあそういうこともありますね次にこれ多分「コング」って言うんですけどあコングって書いてあるな この中にね穴が開いててでこの中におやつを入れてでまあ仮にこれをぎに渡すとするとはいどうぞこうやってこうやって噛んでねで転がしたりするんですよ。で転がすとまあ仮,が仮にこれがコングだとしたらこじゃあこれ貸して転がしてポインてしたら中からおやつが出てでこれでねこうやってどうやっておやつを出すのかって言って頭も使って遊べる。あの おもちゃなんですけどねで、これはね結構強度がありますね。だからさっきみたいになんか？ちょっと強い力で噛んじゃったら取れるっていう感じではなくて、これ。これはね。仙台犬の時から使ってるやつなんですよ。だからまあ色がこんなハゲちゃってるんですけど。でもこれはね強度めっちゃあります。これもうナギでも相当噛んでるけど全然潰れないんでこれはね。やっぱおすすめですね。うん。 でワンちゃん飼うとねご飯がいりますよね、まあ、ご飯の内容はねあのドッグフードだったりそれぞれのねお家であの手作りでねうちはまあ,あの半分ほど手作りでやってるんですけどもあのその器ですよ器ね私結構器のね大きさ迷ってで、まあ、最初にねあのこ,のこのこれをつまあただこれ今もこれを使ってるんですけどね実際にはこの大きさなんですよ。でまあ、ナギは今 えっと1 8キロ弱ぐらいあるんですけどもそれでまあこんなあの見た目はこんな感じです。でこれの大きさはとねここの部分が1 4ンチここが1 4ンチで裏がもうこれめっちゃけもう長く使ってるんで仙台県から使ってるんでめっちゃ長持ちしてるんですけど1 7 5センチかなっていうサイズ。まあ中 えとサイズで言ったら中,とかで中華の中で売ってるぐらいのサイズだと思うんですけど今はねやっぱこのサイズが使いやすいですかね。で早、まあ、早食食いい防止のののためめこの子ねめっちゃ早食いなんでですよであの仙台犬がね早食いで結構最後ねあのちょっと悲しい思いをしたんで早食いはねあのすごく気をつけてるんでまあ、これを買ったんですね。ただ これで、ね、もやっぱりねちょっとねまあ見てもらうと分かるんですけどねなんかねやっぱちょっと大きすぎてねなんかまだちょっと使いづらいんですね。まあ、この子が本当整形の体重になったぐらいだったらこれでもいいかなと思うんですけどこれはサイズが1 7 5センチここが1 7 5センチでで。で 裏がの大きさが二十二センチだ二十う二十二センチかな二十二センチここが二十二センチありますねまあこれはあの小中大の大になると思うんですけどもサイズで言ったらで今のところは半年ですけどもこの子はこの中が使いやすいですかねうちはうんなのであの 中ぐらい飲んででそこからまあ様子を見て台に変えるみたいな感じになるのがいいのかなと思ったりしますね次はね首輪とリードですねまあ首輪ってとかねリードって最初は子犬ちゃんで迎えているかなと思うんですけどワンちゃんってなんかこの首周りって結構 違和感があるらしいんですよ私の浅地なんですけど <laughs> でそれでこの首輪をやっぱりお迎えした時からねまあしばらくお迎えしてちょっとしたらねお家に慣れた頃からやっぱつけた方がいいって言ってうちもつけてたんですけどもそうしたらこの首輪をね巻くのんでもまあ子犬の時から巻いてたんで巻いていいて、はいはい、こんな感じでねすぐ よいしょ負けるんですよね別に嫌がったりもしないですしで、まあ、次にこのハーネスとかでもはいどうぞはいよいしょまあこんな感じであのすぐ装着ができるようになるのでごめんごめんね。 なのであのやっぱりちっちゃい時からこのつけておくっていうのはねあの大事なんだなってうちもあの仙台系の時はしなかったんですけどもこの子はねすごくそれをしてやっぱり助かったことが多かったんでやっぱりやあのねされた方がいいかなと思いますね。で次にリードなんですけどもあのうちはあのうんそうですねまあこれが合ってるかどうかはちょっとわからないんですけどもと散歩行く時はハーネス。 ハーネスと首輪を両方つけて、ですね。やっぱりこの,あのこのハーネスだけで始めしたかったんですけどもなかなかパーハーネスだけであのこの子をねあの私はコントロールできなかったんでなのであの首輪もね両方つけてしてるんですけどもそれで2本のリードを使ってるんですけどもハーネス側につけてるリードは これ2センチだったかな？うん、2センチですね。2センチのリードですね。これをつけてます。幅がですね。で、これこれが結構強度があって確かに20。20ちょっと覚えてないんですけども、256キロぐらいまでのこう向きだったように思います。で、もう一つ。首の方は一回り細い。これが1.5センチかな。じゃあ。 そうですね 1.5cm のものを使って普段散歩に行く時はこのハーネス側にこの 2cm のリードをつけて首輪側にこの 1.5cm のリードをつけてそれをこういうふうにして2本でコントロールしてるんですけども基本的にはハーネス側。 で,できるだけコントロールしたいなと思ってるんですけども、まあ、必要な時に首や側でちょっとこうクッと引っ張ってこっちを向いてもらうっていうことをしたりしてますただこれはもうねあの専門家の方の意見を参考にしてください私はもう全く素人なのでこれはもう全然あのおすすめできないかもしれませんからね。まあ、次にロングリードなんですけどもやっぱこの子はすごく走らせてあげたいなって思ってるのでロングリードを購入したんですけども。 まあ、こっちが 30m でこっちが 10m なんですけどもよく私が使うのはこの 10m の方ですね 30m はちょっとね長すぎて扱いがねやっぱりちょっと大変でしたね。ももう誰もいなくってダダッ広い場所があって、って言っっ言たらこれで多分大丈夫だと思うんですけどもあの、まあ、この辺りは結構広い公園があって私はこの 10m をよく使うんですけども。 1 0ルって言っても直径ににすするると20メートルになるんですよねでその2 0ルの範囲をコントロールするっていうと結構ねあの人がねあのいたりした時にご迷惑かけたりすることが一度ねこの3 0ル使ってる時にね人をね追っかけてって私がちょっと見えてなかったんですねであの足元をねわっとこう絡んじゃってご迷惑かけたことが一回あってでそれでねやっぱり。 3 0ルってことは6 0ルの範囲を見ないといけないってなった時にあちょっと扱うのが大変だなと思ってこの1 0ルをよく使うようになりましたね。これは使いいやすいですでねあの軽いですし結構ねこの3 0ルの範、ね、囲結構重みもあってこの持ち運んでいく時も結構大変で、まあ、1 0ルのリードはこういう風にして肩にこうやってねかけてこんな感じで使ってます。 なのでこれはもう軽くてねほとんどもうあの持ってるのを忘れるぐらい軽いんですけどこれはねかけるとねんってか結構ずしっとしますからね結構重いなっていう感じですねまあただねこれからフリスビーを、ね、もっとあのこの子の体がしっかりしてきてフリスビーをしっかり追わせるとかっていう遊びをするようになると、まあ、この3 0ルっていうのもやっぱり 必要かなとは思ってますけどね。まあ、うちは一応これ二つ持ってます。次はブラシですね。ブラシ。まあ、これはね、いろんなブラシがあるんですけども。この子は毛が長いんで、で。特にね、ナギはくせ毛なんですよね。だから、ちょっと解いてあげないとごめん、ね。解いてあげないと。あの。絡んできて、で、やっぱり毛玉とかね、になっちゃうんで。やっぱりね、これは、あの、結構毎日ときますね。 やっぱりワンちゃんってね時間とお手間をかけてあげないとうんなかなかねそんなこう思うように動いてくれたりはしないのかなって思ったりしますねまあうちもねなんか全然思うように動いてくれないんですよただやっぱこうやって撮影をしている時とかでもおとなしくしてくれているのはやっぱりずっと一緒にねいるのであのなんとなく今はねここでこうしないといけないのかなとかってね思ってくれてるんだと思うんですよ。 でまあ、やっぱりそういうふうにしてくれるとやっぱもっとこの子を大事にしたいなと思うしそうしたらねあのお手間と、ね、時間ももっともっとかけられると思うんですよね。だから最初にねほったらかしにしちゃって言うこと聞かないで言うこと聞かないからまた一緒にいないみたいなね悪循環にならないようにやっぱりね最初にこの子といる時間をねできるだけ作って。 いいいたたたここここととででのの子がこういうふうに言うことを聞いてくれたのでよかったなって思ってますなのであのもしねあのワンちゃんをお迎えするとしたらねあのできるだけねあの時間とね手間をかけてあげるとまあよく聞くことですけどねいい子になっていってくれるんだろうなって思いますね。うん、あそうだその時間の中でブラシはしてあげるといいですね。 最後にね、これからワンちゃんをお迎えしようと思われている方にお伝えしたいことは家族とししててね、ね。ワンちゃんをお迎えしてください、ね、あの、やっぱり家族としてお迎えしてできるだけ時間をね、しっかりと一緒に過ごしてで、みんなで幸せだったらね多分まあ私はこの凪がね、幸せかどうかっていうのを知るすべはないんですけども私たち夫婦はとても幸せです。 なのでまあこれはもね分からないですけどね。皆さんのライフスタイルとワンちゃんの性質をねやっぱりよくよくあの理解していただいてあのお迎えされるのがいいかなと思いますね。このチャンネルは普段ボーダーコリを迎えた私たち家族の日常をお届けしてるんですけども今日は雨だったのでこんな企画をお届けしてみました。 もしねワンちゃんをお迎えされる方に何か少しでもね参考になっていただければ嬉しいなと思いますそれでは来週月曜日もまたよろしくお願いします